吹きふるさと村郷土館は、岡山県高橋市成和町にある郷土館である。吹きふるさと村郷土館、内館1879年に建築された、入葉葉造り母作り大来りの2階建て町屋である。母屋の土台と外側には、栗材、円屋敷には、桜材が使われており、他の部分には、松の巨材を使っている。1979年に、 当時の当市から旧成和町が借り、現在は郷土館として一般公開されている。岡山県高橋市成和町の弁柄業を営んでいた片山家が明治期に文家を出し、本家の向かいに文家が三棟立ち並んだ。片山家本家は本片山、文家は三棟西からそれぞれ北片山、中辺山、角辺山と呼ばれた。このうち角編山が、 現在の吹き屋、ふるさと村郷土館である。角平山は、片山義吉が分家した家であり、1874年から1879年まで、石州大工が建築した。敷地奥の蔵2階の板図には、島根県宮下、岩見国中郡、第一大工省16、浅利村大工東領、島田綱吉、明治12年3月30日と記されており、 島田綱吉により1879年建築されたことがわかる。明治前期、柿吉は本片山の総支配人をしており、文家後も各編さんにて本片山の弁柄を下ろす仕事をしていた。岡山県高橋市成和町吹き屋699、JR 白尾線微中高橋駅から美北バス、吹き屋行きで60分、蚊屋インターチェンジから約60分。 にーミーインターチェンジから約35分。JR 白ク線備中高橋駅から約40分。ありがとうございます。